それでは皆さん改めましてこんにちは。はい、川口市木中学校吹奏楽部顧問の長畑裕太と申します。えー、まあ私のまあ一応自己紹介ですけれども、出身生まれ育ちはえっ、ー、と福島になります。 でその後家族ごと東京に移動してきまして出身中学校は小平市立小平第三中学校というところですただ私はあの小平三中ではですね吹奏楽部に一応席は置いていたんですが、まあ、ほとんど参加しておらずしかも私が卒業した翌年に初めて全日本に出て、まあ、そこから強豪校になったんですけれども私一応そういう形で中学を卒業しまして埼玉の狭山ヶ丘高等学校というところに進学をしました。 あの私がギリギリ全国大会も出てたんですけれども、まあ今少し人数も少なくなってしまったんですが、まあ過去は結構有名な学校だったと思います。でその後武蔵野音楽大学の音楽学部器楽学科、えっと専攻はチューバを担当しておりました。でその後、えー、埼玉県の比企郡にあります吉見町立吉見中学校という一町一校のえ中学校に。 赴任を初任としてさせていただきました臨済経験がなかったのでそれが初めての着任ということになりますで、5年間やりまして、まあ、埼玉県の場合は必ず経験人事で移動しなければいけませんので5年間を経て今度は南部の川口市立青木中学校という町内1校の学校から市内28校のマンモス市に移動しまして現在3年目を迎えております音楽科3年生を担任生徒指導主任をやっております それでは本日ですけれどもあのいろいろと私の中でこう勉強してきたものとかをどんどんご紹介をしていきながらまたあの私の紹介だけですとあれなのでま映像を見ながら説明させていただければなと思いますまあ、あの基礎がそう講座から3つあるんですけれどもまあ、若干時間がごめんなさいちょっと多分長さによって変動しそうかもしれませんがなるべく時間内に行けるように頑張りたいと思いますあと今回の私作らせていただいたこのレジュメなんですけれどもこれ本当にあの私が 現在というか、まあ、今まで実践してきたものを余すところなく全て載せましたのでこれがもう私も全てですということであのこれですなのでもう本当にこのレジュメを読んでいただければいろんなこう実践がわかると思うんですけどもなかなかこの練習をですね文字に起こすというのは難しくてですねちょっと分かりづらくなってしまったのでそこは少し映像を交えながらあと今日あの 子どもたちに頼んで少し練習も取ってきましたので、その様子も見ていただきながらと思いますのでよろしくお願いします。はい。じゃあ早速ですけれども、えー、レジュメに従いましてやっていきますが、あのまあ、基礎合奏講座ということで。 あのまあ、先生方はねもちろん私よりもあのご経験のある方たくさんいらっしゃいますから様々なあな講座とかセミナーとか行かれたことあると思うんですけども私の中ではものすごいこう考えてるところがあってこう例えばあいろんなこう練習なんかを見るんですけども実際何がどうなってんだかさっぱりわからないっていうのが正直あったんですね。で私も初任で行った頃にはもうとにかくその下手かうまいかわかるんだけども全然その上手くならないとで何を言っていいんだかわからないと。 っていうのがあったんですね。で、こう上手い先生なんかの指導とかを見に行くと、なんかパッパパッパ上手くなるんですよね。これなんでなんだろうということで、いろいろと私の中で試行錯誤しながら基礎学素の考え方みたいなものを学びました。で、特にあのこれこれはまだちょっと自慢なんですけども、埼玉県っていうのが結構基礎合素の何ていうんですかね、こう聖地というか。 あの大滝先生率いてた埼玉栄高校がありましてやっぱり基礎合奏についてのノウハウっていうのが埼玉県は結構強いかなといろんな地方の学校に比べると結構基礎合奏のレベルは高いかなと思うんですね。なので、まあ、そういったのも含めながら自分の考えも含めていろいろと出してみました。 えっとまずですね、丸一番です、基礎合奏をやるにあたっての前提のなる考え方を知るということであの基礎合奏も一口こう言うといろいろあるんですけれども、まあ、基礎合奏をやるにあたって、えー、生徒につけさせたい楽器演奏のスキルっていうのはまあ2つあるんですね、これ基礎合奏関係なしなんですけれどもあの間違えないでいただきたいのは基礎合奏っていうのは基本的には合奏能力を上げる場であると。要するにその個人能力を上げようと思うと基礎合奏ではなかなか難しい。 もちろんそのリップスラーダの半音階だのってのをやればよくはなるんですけども基本的にはこの個人能力と合奏能力のまず違いを分かっていただきたいなと思います。で演奏する上での個人的な技量っていうのはこの,後の、えっと柏高校のちょっと映像を見ようと思うんですけども、まあ、楽譜の読譜能力からいろいろとあるんですけれどもまあ一つはやっぱりその奏法ですよね。 私は中馬専攻なので中馬に関しては教えられるんですが他の楽器も真似事程度は老けますけれどもちゃんとは分からないんですね。なので、まあ、個人総合のチェックってなってしまうとあの正直コーチの読むの先生が一番早いいいと思いますはい、ぶっちゃけ、はい、なんですがただそれでも私の学校もそうなんですがそんなに年がら年中月1回とかって呼べないですよね結構高いから。 で卒業生に頼むってなってもやっぱり卒業生って言っても卒業生ですからねちゃんとした教え方ができなかったりとかあんまりこうなんか若い卒業生も絡められないんですよね。<laughs> ってなってくるとじゃあご自分で最悪個人双方のチェックをしなきゃいけないでなった時に私あの柏高校があのこれ、ね、DVD すごい売れてるってことなんで多分何人か持ってらっしゃると思うんですけども、えっと、とってもこの石田先生のやってらっしゃる 個人双方のチェックが、まあ、とっても私は理にかなっていてでしかも分かりやすいなと思っておりましたので、まあ、ちょっとざっと、えー、見ていただければなと思いますあのまあ柏高校ねもう皆さんもちろんご存知だと思うんですけどものすごい上手ですよね。 で石田先生はあの私も直接お話しさせていただしたしてもらったことあるんですけども、まあ、とにかく個人の練習なんかをこう自分でご覧になったり見たりっていうのが多かったということでこの理にかなってる演奏法をちょっと見ていただければと思います。うん